あ、いた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 。お、あ、開きました。開きましたよ、これね。開き切ったの？ケンジです。今日もベランダ居酒屋させていただきます。会に対して日本酒と、まあ、ビールを飲もうかなっていう今日のストーリーでございますけども、まあ、今日何の会を買ってきたかと言いますと、こちら石川県産の白バイ、塩茹でとかで食べる方が多いかと思うんですけども、まあ、ここにこう焼くというのも美味しいらしいんで、まあ、今回焼いていきます。でプラスあるこのハマグリ、このハマグリは千葉県産です。280円同士ですよ。かなりあのコスパいいかと思います。で、何飲むかというと今回こちら、月桂冠バードワイザー。はい、では焼いていきましょうか。楽しみ、めっちゃ楽しみ。最近貝にハマってて、でそんなにこうお高い貝は買えないんですけども、280円とかでたまに売ってるのはもう間違いなくプッと買ってしまいます。いい感じ。まあ、この間ハマグリ焼いた時に全部同じ方向で開くんですよ。上に身がついて、下がこのうまみの汁が溜まって、だから食べる時ひっくり返さなダメだったんですけど、半分ちょっと焼いてひっくり返して焼くことによっていい感じで、まあ、下に身がある状態ということで食べれるという。ではあの焼いていきましょうか。こう貝を楽しみ、白バイ、まあ、貝ですからそんなにこうこれはうまい、これは美味しくないっていうこの差は少ないかと思うんですけども、でも280円ですよ、1個いくら。これを焼いてる間に皆さんも大好きなこの極太のソーセージ、チェダーチーズです。通ったかな、ちょっと開いてきたんでひっくり返す。まあ、これでいいはず、いいと思います。いや重たいわハマグリ。あ、楽しい、この炙り楽しい、この間違いなく。もうそろそろ飽きそう。この開いた時にこのバターと日本酒をたらっといこうかなと思ってます思ってます。たらりと、まずはいただきます。うん、うまい。いやー、昼間の日本酒うまい、楽しみ。もうでもこのソーセージはいけるかもしれない。ここからなんかカリ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 するカリ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 するのが楽しい。これはあの中に入れる分なんで一旦ちょっと横に置いといて、これ焼いてるのを見ながらビールいただきます。あー、うまい。もう焼けてきた、焼いてきた。ちょっとな、これも今いただきます。いただき、あっこ、いや中からあのめっちゃこのタレ出てきたチーズビームは、あー、開いた、あ、ごめん、あー、うわ、いい時のちょっと、あ、うまい。こっから日本酒をタラッとかけましょうか。おっと、日本酒かけて、でバター、今回はこのあごだし醤油をタラッとかけます。うわもうちょっとしてから。ではちょっとヘリコプターが上に飛んでます。いや、お仕事お疲れ様です。もうそろそろこの貝がいけそうな、うお、こ、うわ、うま、あのすげえ濃縮されてる。絶対いいタイミングっていうのは逃してるかと思うんですけども、まあでもあの楽しかったらいいっていう、うん、もうそろそろ開くんではないでしょうか。これ見ながら飲めるっていいですね。あしゃ。さあ、もうこっからもうあの日本酒をいただきましょうか。あの海鮮バーベキューとかしてるじゃないですか。もうすごいあのね、よく通ったらあの香りを、まあ、あの匂いだけでね、やっぱアルコールを想像してしまう自分がいてるんですけども、海鮮ナンバー4とかナンバー5とかいう香水作ってもええぐらいかもしれません。いや、意外と折れると思いますよ。あ、ちょっと開いた。開いた。お、あ、開きましたよ、これね。開き切ったの？開き切りましたかね？開き切ったと思う。うん。いい感じ。ほら、あっと、あ、うわ。日本酒をたらっとかけ
て、でそっからバター、最後この顎の醤油かー。でここもう貝ももう全部いけそう。いやいい眺めですね。ではこれこうハマグリを、ではいただきます。このタレプー言ってるわこれすげえうまい。これでカルボナーラ作ったら美味しそう。カルボナーラとまた全然ちゃうけど、すげえクリーミー。うん、これどうやって出すんだろう。スポーンってこう取れ、あ、いけたいけたいけた、あ、いけたいけたいけた。では白バイいただきます。あ、癖が少ないです。おい、痛い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 。逆や。もういいんですよね。もう逆はいいんですよ、もう。もうさらっと落として、下に落としてね。いや、サザエよりか、かなりこう、あっさりしてますね。サザエ苦手な方でしたら、結構こう、食べやすいんではないでしょうか。うん。この状態を作って、日本酒をかけて、おっとっとっと。次はバターいらんわ。もうこう、醤油。バター醤油じゃなくて、この日本酒醤油でいただきましょうか。っていうの。あ、またいたいた。あ、いたいたいた。あ、いた。オンパレーデし。これをちょっとかけて。これもこう日本酒。いや、これ、次はね、これバター醤油。グッと。まあ、ちょうどね、今、日中に当たりながら、飲んでますけども、この、なんちゅうかな、オーバーにならないように、この強い光に標準を合わせると、暗いところはめっちゃ暗くなるんで、だから見た感じ、かなりよろしくないんではないでしょうか。うん。うわっと、スポーンスポーンって言った。では、いただきます。うん。柔らかくて、美味しい。この味自体の濃厚さは、どっちかっていうと、まあ、タンパク系っていうんですかね。味の主張はないんですけど、だから、こう、なんか醤油とかで味付けするのがいいっていう感じがします。うん。ぼちぼち行きましょうか。では、ハマグリ。いただき、これはバターの入ってない、日本酒あごだし醤油ハマグリ。うまい。うわ、楽しい。次はバターあごだし醤油。ちょっとだし割りしましょうか。あとこの醤油、さっきの。よっしゃ。まあ、こんなんでございます。うまい、間違いなくうまいぞこれは。ではさらっとプルッと、熱っ、やっぱ熱いよね。じゃあ軍手汁ってあるんですけど、いや軍手をねすぐこう忘れるんですね。出てくれ。あーすごく、わー、結構ヘビー級大きい、すごい。ではいただき。わあ、めっちゃうまい。うわー、スモーン最後はちょっと焼いて、で香ばしさプラスで日本酒で締めようかなと思います。うん、まあ、今回この280円で買ったこの4つなんですけども、ホタテ1枚380円で売ってたんですね。ホタテ1枚380円で買うのか、それか白バイを4つ280円で買うのかという選択肢があったら、やっぱりこっち4つ買いますね。まあ、大体日本人っていうのは貝って言うたら、まあ、アサリ、サザエ、アワビ、まあその辺あたりちゃいますかね。280円で売っててもちょっと遠慮してアサリを買っちゃうみたいな、なんかまあそういう感じだったんですけど、ちょっと挑戦してね、まあ新しい貝をね買ってみるのもいかがでしょうか。
でね、通販とかでよく見てたら、まあ、ガンガン焼きって言うて、カンカンの中にいろんな貝が入ってるんですよ。それを一食単にこう、焼いて食べるっていう豪快な食べ方があるわけで、まあ、それやってみたいですね。焼き上がるところで日本酒と一緒にいただこうと。では、いただき、焼くことによってちょっと味の凝縮があるんではないでしょうか。いや、これはこれはこの日本酒に合うお味です。ああ、ごちそうさまでした。美味しくいただきました。